ミランネ・ネディッチは、ユーゴスラビアの軍人、セルビアの政治家。第二次世界大戦中のドイツの傀来政権である、セルビア旧国政府の議長。ベオグラード近郊に生まれクラグイエバツの体育学校を卒業後、セルビア広告陸軍に入隊。バルカン戦争や第一次世界大戦での軍港を経て、ユーゴスラビア王国建国時に参謀総長に任じられる。 1920年から1922年、中ソフィア。1922年から1923年、中パリ。1927年から1929年、中ローマ駐在部官。1939年8月から1940年11月まで、ユーゴスラビア国防大臣。1941年4月のドイツ軍のユーゴスラビア侵攻時。 第3軍集団を指揮するが投稿。1941年8月29日にドイツ軍政下でセルビア旧国政府議長が発足するとセルビア民族の維持を目的として議長就任を宣言。1941年9月には暗殺されかけるも1944年にヨシップブロズ地等のパルチザン部隊によってユーゴスラビア全土が解放されるまで セルビアの治安維持に尽くした。この間1943年から1944年まで内務大臣を兼務。彼の政権は概ねドイツ軍政の方針に沿うものだったが、旧国政府の部隊であるセルビア自衛軍の東部戦線への投入は最後まで拒否した。また、当初は敵味方として戦っていたチェトニックに対しても、後に地頭のパルチザンが優勢になるにつれて同盟して、 共に戦っている。優ゴ解放後は、ウィーンに逃亡するも、イギリス軍の捕虜となって、死党政権に身柄を引き渡される。戦争犯罪人として起訴される中で告示。目撃者がいない中での死亡だったため、監視による暗殺説が噂されている。早々と降伏した挙句占領軍への協力を行うなど、売国奴としての評価が長らく定まっていたが、その一方で、 ウスタシャやナチスに迫害された数十万のセルビア人を、はじめスロベニア人、さらには極少数のユダヤ人を受け入れるなど、一連の行動をセルビア民族の存続を図るためと見る再評価の動きも近年に現れている。ありがとうございます。